年経ちますよ、はい。まあ、通算成績とかねこちらに出てますね。鹿島とマリノスは1回もだから最初からいて1回も落ちてないってことでしょ。だからこれトータルゲーム数が一緒なんですよ。500勝とかすごいな。ガンバは1回だけ J2 にいたのか、1年だけ、うん、大久保嘉人191点すげえな。途中さ何年か いなかったでしょ大久保。そうだね、ドイツスペイン移籍してるよね。2シーズンぐらいいないってことかな。うん、かもしれないね。それでもこんだけいくんだからすごいよね。もっと言ったら J2 でもプレーしてるから。 J2 でもプレーしてた、うん、どっか神戸の時かな。本当多分 J2 でもプレーしてると思う。めっちゃ取るな。ちょっとこれ斜め調べで。あ、斜め調べどうした。プレミアリーグの通算得点ランキングでいくと、イングランドプレミアリーグの、はい、うん、アラン・シアラー。シアラーいたね。260点、うん、ルーニー、うん、208点と、うん、やっぱ200点オーバーなんだね。でブンデス、うん、ドイツね、うん、この並び調べだからちょっと正確なのは分かんないけど、うん、ゲルト・ミラーが365とか365、レバンドフスキ312とか、レバンドフスキ312、はい。まあでも強いチーム、圧倒的に強いチームだっていうのと、うん、一定長い期間やれてるかどうかっていうのと、まあ、両方必要なんだろうな。まあ、怪我も少ないのかなと、この2人とかね、特にね。ラリーガ、リーガ、あ、結構頑張ったね調べるの、はい、ちょっと遅れてきたでしょここまで。いやいや、お前大体その前に遅れてんじゃねえかよメッシが470とか474かな、すげえな。クリスチアーノ・ロナウドは311とか。あ、それラリーガだけでクリスチアーノ・ロナウドはね、リーグ戦だけね。いや、並み調べよ、間違ってるかもしれないよ、うん、変なクレームは皆さんやめてくださいねまあいいよ、ね、もうでもまあだけど、じゃあそれぐらいすごいから、うん、J リーグのその得点ランキング、ハイスコアラーもやっぱり200オーバーがもうちょっと出てきてほしいなっていう。出てくるとするならやっぱ10年はプレーするのことだよね、うん、きっとね。あとはやっぱり20ゴールをコンスタントに、うん、15ゴールって多分コンスタントに取った選手って少ないと思うんだよね。豊田とか、うん、ね、トスとかで活躍したね、まだ金沢で現役でやってるけど、あとは誰だろう、小林優香、小林優香、うん、川崎、まあ、吉ももしかしたらそうかもしれないし、心臓はどうだろうな、15でもまあ一定期間そのぐらいはボコボコボコ、11、2点は確実に取ってるよね。まあ、久保もそうだよね、うん、だから20ゴールをコンスタントに、20ゴール5シーズン取ったら100点だからねって言ったら、20ゴール3シーズン取ったら多分ヨーロッパ行っちゃうよね。まあ行っちゃう行っちゃうで今ならね、うん、まあそこはあるよ、あるよ、確かにあるよ。だけどそれぐらいコンスタントに結果出すストライカーがやっぱ出てきてほしいね。チームにも恵まれるかどうかって大きいからな。そうだね。ああ、で出場試合通算やっと、うん、やっともだって1年ガンバで J2 やってるから ね、うん、600試合ってすごいね本当に。これでさ、それでなんかこう壊れてる感じがないじゃん、うん、今も、まあ、もちろん痛いところあったとしても、もう本当ちょっと壊れちゃった、名波浩の膝みたいな感じ、うん、じゃないじゃん。34試合だもんね。まあ、なんやかんや30試合出たとしてさ、うん、20年出続けても600じゃん、うん、それ超えてんだから奈良とやっとはすげえな。緊張とかあんのかね、そこまでやって。もうないんじゃない、やっととか。もうないかな。ユージはちょっと緊張してやってただろうけどね、最初200試合ぐらいは。ああ、どんな感じでサッカーやんだろうね。もうあれかな、おじさんたちが遊びで草サッカーやるぐらいのテンションで普通にやれちゃうのかな。いや、でも俺この間草サッカーやったけど緊張したよやっぱミスしちゃいけない。いや、わかる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 、恥ずかしいじゃん。わかる、緊張するよね。もうギャラリーもちょっと多かったから、うわー言われてさ、あの斜めにこう来たボールを左でクロスダイレクトで上げた、そのままゴールレッチャー、ゴールライン
分かるわそれ、ブーイングチックだね。俺ね年にもう1回ボール蹴るかどうかぐらいで、俺この間キャンプ取材行って、うん、選手とバーテ対決みたいなのをやったんだよね、いきなり、うん、めっちゃ緊張しためっちゃ緊張したの、めっちゃの顔が本当に緊張してたね、それはね。ボール蹴ったことないのにさ、うん、1年間分かるな、緊張するよな。届く余裕でペナ外から、うん、それは大丈夫、まあそこぐらいは届くけど、うん、あと 10m 下がったら、いやね、怪しいよね、もう怪しいと思う。 30m ぐらい結構怪しくなってくるよね、うん、まあ、あとどんな靴履いてるかにもよるけど。ああそうかそうか、それはなんか普通のランニングするようなシューズでやると、やっべちょっと恥ずかしいなと、うん、緊張すんのよね。で最年少、最年少久保建英、まあでも J3 のリーグだとはいえ15歳ってすげえな、すごい15歳5ヶ月ってことは高 1? いや中学生の可能性もあるよ。えでも5ヶ月でしょ。あ中学生じゃない竹下。ああそうか、可能性はあるか。誕生日いつなんだろうね。ね、6月だよね。だからってことはじゃあ中3だ、中学生だね、うん、すごい無理だよ中3なんてね。中3何してた、ななみろし。いや俺とお前が出会った時じゃん本当に仲良くなった時じゃん。もうでも中3じゃん。俺は昼飯連れてってくれたあの優しい野々村義和の時じゃん今も優しいよ中3はすげえな。でもそれ言ったらカズさんの最年長はでも俺らのまだ4年先やですごくない4年。そうかリーグ J リーグってことでは4年先か、うん、これは無理だ俺ね。あのコーチ就任になったでしょ、うん、まあそれをあの反町さんから、うん、まあ、この日に発表するよってなったから、うん、前日にあの伝えとかなきゃなっていう人に連絡したうちの唯一コールバックのやる母さんだからさすがですさすがですよ。もう登録すらされてない可能性そうかもしれないね、うん、その前もね母さん電話するとねあれなんだよ、ずっとドライブモードなんだ、どこまで運転してるんだよってそういう感じか母さん。それとサリナスの記録がまだ残ってるのもすごくない。8試合ってなんかいけそうな感じもするしさ、ゴンちゃんとかも抜けなかったんだね、うん、サリナスってマリノス、マリノスだね、なんか大きい感じのセンターフォワードでしょ、うん、ランゲラック823分連続無失点、うん、それもすごいね。警告数104、このヨシト104はすげえのか、13のピクシー、これこれも抜けないんじゃない、この2つこれはもう抜けないね。104と台上13、これなかなかでしょう。ピクシーなんてだって何年やった、5年ぐらい、もうちょいやってんじゃない、もうちょいやってるかな、94の途中ぐらいから、あ95の途中かな、2001年にもしかしたら抜けたかも、6年7年か、じゃあ6年だとして、まあ、30試合で出るとして180分の13回退場してすごくね、1年に2回8年日本でやってる、8年でもね年に1回どころじゃないもんね。おもろいよな、おもろいって言ったら、まあ、昔だからいいのかもしれないけど、いやヨシトの104だってさ、年間対あの警告5枚もらったとしても20年じゃ効かないんだよ。すげえよな、このうちどれぐらいだろう、2点取ってるうちに1枚もらうみたいな、そうだね、60枚ぐらい口なのかな、文句じゃない、文句でもらったことあるでしょ。でもあるあるあるけど、俺どれぐらいだろうな、20枚もらってないんじゃない、クリーンですか、クリーンではない時もあったけど、退場3回してる、すげえわ、こんな人たちがいると、うん、でも記録には残るもんね、うん、その時は結構さ怒られるかもしれないけど、そうだね、後々もう、まあ、ある種笑えるからいいよね、うん。